森正明、森正明、森正明、1937年1月9日隊は、大阪府豊中市生まれ、岐阜県岐阜市出身のプロ野球選手、保守、指導者、監督、野球解説者。本名、森正彦、森正彦。巨人 V 級時代の正保守、V 級の頭脳の異名を取った。西部監督時代は、 在任9年間でチームを8度のリーグ優勝、6度の日本一に導いた。兄は阪急に所属したプロ野球選手の森和彦。岐阜高校では第36回全国選手権に保守として出場したが、1回戦で泉明高に完封負けを喫する。1955年に読売ジャイアンツへテスト入団。 本人は、東京大学への進学を考えており、一般入試でも問題なくできると言われていたが、貿易省だった実家の経営が苦しくなったため、実家を助けるべく大学進学を断念して、プロ野球に進んだ。同期は、国松明と、馬場昌平らがいる。入団当時、まだ無名だった森は、当時ジャイアンツのエースだった、別所竹彦の猛烈なピッチング練習に付き合わされる。 森によれば、雨で練習がない日になると、必ず別所が車を運転して、森のところに行ってきて、お前受けろ。と言われて、ジャイアンツ、玉川練習場の近くのマリコ橋の下に連れて行かれ、激しいピッチング練習の相手をさせられた。あの頃、プロとは何であるかということを、別所さんとの猛練習から教えられたと、森は回想している。入団4年目の1959年に、 正保守だった藤尾茂からレギュラーを奪い、藤尾はセンターにコンバート以後引退するまで正保守の座を守り続けた。バッティングでは藤尾の方が優れていたが、水原茂監督は森の緻密な守備力を高く評価し、森のレギュラー起用を決めたあ。水原の後を継ぎ、新しい監督となった川上哲司は守備のサインをすべて任せ、 森のキャッチャーとしての力を高く評価しつつも森を安住させないために野口元蔵、佐々木伊佐大橋伊佐宮寺勝利、吉田隆土田誠などのアマチュア球界の有力星を獲得し森にぶつけ続けた。森は巨人がアマチュアの有力星を獲得するたびに自分には信頼がないのか悩んだというがついに現役引退までレギュラーの座を死守し続け 8年連続ベスト9に輝くなど V 級時代を支えた。洞察力が鋭く、頭脳明晰、研究熱心であり、バッテリー間のリード力は当時の他のプロ野球界のキャッチャーの中で群を抜いて優れていた。相手チームのバッターの苦手コースや一つの試合ごとの味方相手チームのバッテリーの配球をすべて正確に暗記している記憶力の持ち主だった。この記憶力を武器に、 ボール球なども巧みに使った緻密な配球の組み立てを行い、相手チームの打者を翻弄し続けた。キャッチングも優れており、現役時代全体を通じて、わずか42個のパスボールしか記録していない。試合外での情報収集にも熱心で、日本シリーズ対策として、パリーグで絶対的な強さを誇っていた阪急の話を聞くために、当時の南海性保守である、 野村克也の自宅に出向いたエピソードは有名でり、情報収集と合わせて野球について徹夜で二人で語り合ったという。それ以来この二人は名優とも言えるほどの関係を結んでいく。なお、野村の自宅に行くと、いいスーツですねと言い、必ず野村の背広を何着か持って帰っていったという。また、他の名保守の例に漏れず、森も現役時代は囁き戦術の名人であった。 投手の側からしても森は非常に優れた保守であり、藤田元次によれば望むコースに投げさせるために全身を使って狙いやすくする工夫をするなど、投手のコントロールを引き出す技術はズバ抜けて優れていたという。その一方、投手が打たれた時に絶対に自分の責任にせず、また投手の力の良し悪しを冷徹に首脳陣に報告するため、投手陣の受けは悪かったのではないかと。 川上や、元チームメイトの滝安次は語っている。ただし、川上は、森のそのような面を認めつつも、彼の非常な報告は、勝負を預かる上でとても貴重だったと評している。打撃に関しては強打者とは言えず、足も遅かった。しかし、左打者だったため、大阪春、長島茂雄の後ろで5番も打つこともあり。 1964年から1965年にかけて6試合だけ4番を打ったこともある。定立ながら勝負強さを発揮する打者であった。1967年には日本シリーズ MVP を受賞している。森の現役時代の背番号27は日本プロ野球界において名保守の背番号として定着しつつあり、現役選手でもチームの正保守に対して与えられる。 ことがある。1972年からはバッテリーコーチを兼任し、1973年10月22日、阪神甲子園球場での大阪神最終戦で、巨人が勝利して V9 を達成した直後、乱入してきた阪神ファンに追われて、ベンチ裏に逃げようとしたら、逃げ遅れ、負傷は免れたものの、マスクを取られた。 V10 を逃した1974年限りで現役引退。同年に引退した長島のようなセレモニーなどはなく、同年12月2日に球団に対して引退を申し入れ上昇される形で静かに現役生活に別れを告げた。川上は長島に対して森を高チで起用するように進言したが、長島は断り森は退団した。長島と森は犬猿の中である。 1975年から1977年に日本テレビの野球解説者を務める。1978年から1979年、ヤクルトスワローズの監督だった、広岡達郎。現役時代進行があったから招聘され、同級団のバッテリーコーチへ1977年11月21日に就任した。著書によっては、ヘッドコーチと記載されているのもある。 同年のリーグ優勝、日本一に貢献するが、翌1979年は低迷し、投資コーチの上村義信と共に無期限給料が発表されその後退団、広岡はシーズン中辞任した。1980年から1981年には TBS 専属野球解説者を務める。1982年から1984年には、やはり広岡のも セーブライオンズのバッテリーコーチ、ヘッド角を務めた。ヤクルト、セイプコーチ時代には、広岡のもと、厳しく選手の私生活にまで管理を行ったため、選手たちに森、森シア a 森 KGB など様々な陰口を叩かれるほどの、嫌われ、役となった。後に、チャーリー・マニエルは、週刊朝日の野村克也との対談の中で、広岡は、 いい監督だったがコーチの森嫌な奴だったと述べている。森は勝利のために、広岡の考えを忠実に実行していたが、グラウンド上で厳しく接することは、問題なくても、グラウンドから離れたところまで厳しく管理することは、収めいかず、内面的には辛い仕事であったと語っている。広岡は、コーチ時代の森については、私がヤクルトと西武の監督の時は、 森正彦という有能なヘッドコーチがいた。川上巨人の V 級に貢献した名保守で、投手のことを知り尽くした名三謀だと記している。広岡とのコンビで3度のリーグ優勝、日本一になった。1984年に西部に在籍していた江夏豊は、週刊ベースボールのコラムにて、森がホテルにて、 全選手の部屋の見回りを終えた後、江夏の部屋に入室して、俺だって、こんな役回りはしたくないと字の仕事を嘆いていたと、証言していた。最終的には、広岡と対立し、コーチを辞任した。1985年は、文化放送野球解説者、放置新聞評論家。1986年に、広岡の公認として一軍監督に就任。 合わせて、正明と芸名にした。当初、筒見義明オーナーは、前年に引退した田淵光一が監督、森がヘッドコーチという希望であったが、森本人がヘッド格を誇示したため、監督要請した経緯がある。前年に優勝したチームを引き継いだだけに、前監督の疲労家からは、V 級超えの夢はつえたが、誰が次の監督になっても、 ある程度勝てるはずだと潔く、身を引いたと言われ、上昇が義務付けられていた。当時、西部の選手だった伊藤務は、広岡監督時代に鍛えられた選手たちが主力になり、チームが完成しつつあった時期に森さんが来られたので、森さんは特にやることはなかったと思います。石毛博則は、森さんは育てるというより、チームのマネジメントに優れた監督でしたね。 と述べている。当たり前のことを当たり前にやる野球を掲げ、チームプレーと確率を重んじ、ディフェンスを主体として、走塁やバントを多用するなど、基礎を積み重ねた緻密な野球を展開し、9年間で8度のリーグ優勝。優勝を逃したのは1989年のみ、6度の日本一に輝くなど、西武黄金時代を築いた。 とりわけ1990年から1994年までの5年連続のリーグ優勝はパリーグでいまだに破られていない記録である。森西部の野球の凄みをよく示すエピソードは巨人と対決した1987年の日本シリーズ第6戦である。この試合、8回裏西から辻初彦が安打で一塁に出塁した。この西一塁の場面で続く 秋山浩二はセンター前へ安打を放つ。ところが、巨人の中堅守、ウォーレンクロマティの看板な返球の間に、辻は、なんと一気にホームまで駆け抜けて、セーブが得点してしまう。実は、森はじめセーブ側は、クロマティの早球に難がありながら、そのことに巨人が何も手を打っていないことを、事前のデータ収集と、ミーティングで知り抜いていた。その緻密な事前研究を監督の森が、 選手各人に徹底していたことがこの辻の劇的な高走類に結びついたのである。このシリーズは事前予想では攻撃力に勝る巨人の優位と言われていたが、この辻の走塁に見られる西部の緻密なディフェンス野球が逆に巨人を圧倒し、西部が2年連続日本一を獲得している。西部監督時代は厳しい基本指導の一方で選手を前面に押し出し、 選手の自由も考慮した伸び伸びとした野球をやらせる面もあり、選手たちの多くに慕われていた。当時の主力選手の一人だった辻が、次女、プロ野球勝つための頭脳プレーで語ったところによると、試合でエラーをして落ち込んだ辻のところに深夜、森から気遣いの電話があったり、遠征先や合宿先で選手が食事に満足しているかどうかを気にして、尋ねたりということがよくあったという。 広岡の監督時代も経験した辻によれば、広岡さんは選手を褒めることがそもそもなくてそれが持ち味だった監督だけど、森さんは選手のいいプレーを必ずミーティングで褒めてくれたという。また選手たちがゲームボーイなどの新しい遊び道具に熱中しているのを見ると、叱るより前にまず森自身が買ってやってみて、その面白さを自分で体感してから、 ほどほどにしなさいよというよう当な理解者の面も持っていた。森は選手の管理について時代背景というものはどんどん変わっていく。若い選手の時代背景を理解しないままにあれをやってはいけない、これをやってはけないということは指導者として絶対に言ってはいけないことだと言っている。この森のやり方は管理野球に鉄死選手からかなりの批判にさらされた。 広岡の監督方針と大きく異なったものである。森は広岡が監督時代に強制的に行っていた健康食管理も監督就任ゴスに辞めさせている。また有名な逸話として優勝時にチャンピオンフラッグを持って球場を一周する時の様子が挙げられる。通例では大抵監督がフラッグを持って先頭を歩くものだが森はそれをせず石毛広則、 辻などの主力選手にフラッグを持たせ、自身は常に列の一番後ろを歩いていた。これは選手が主役、監督は脇役のポリシーを森がずっと持っていたことを示してる。清原和弘をルーキーイヤーの年から周囲の批判にこうしてスタメンで使い続けたのは森の強い意向による。コーチ陣や野球評論家の多くは清原鬼軍でしばらく鍛える。 ことを主張していた。しかし森は、清原のスター性からして、華やかな実践舞台で使い続けた方が伸びるという風に判断した。開幕当初は不審だった清原であるが、次第に森の期待に応え始め、ついに新人王を獲得、プロ野球を代表する選手になっていく。清原は今なおこの時の森の起用を深く恩義に感じており、今でも、 森とは家族ぐるみでの付き合いが続いている。2005年の森の野球殿堂入りの際は、祝賀式に駆けつけ、一番に森に対し祝辞を述べている。しかし、当時打撃コーチだった、土井正宏は、今だから、何でも言えるけれど、清原鬼軍スタートさせようと言い張ったのは、森さん自身。ところが、オーナーのバックアップがあると知ったら、がらりと態度を変えて、自分が我慢して使ったという。 清変の激しい人だったと語っている。また土井は4月下旬に清原の門限破りが発覚したとき、ミーティングで最初に森がけじめだから下に落とさなければと発言したとき、土井和人が反対し、最終的に当時コーチだった近藤明人が擁護してくれることで残留できたと述べている。広岡によると清原の扱いに手こずる将来を心配したコーチたちが森に、 一度、社会常識など、厳しく教え込むべきではないかと進言したが、森はこれを無視して放任したという。森は清原に対してはサインらしいサインは出さず、基本のおサインだった。2016年に、清原が、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたのを、受けて、広岡は、コーチを責めるよりも、やっぱり監督だね。清原は高校を卒業して、 ドラフト1位で西部に入った。当時の森監督は野球は教えたけど、社会人としての常識を教えなかった。親ができなかったことを球団が教えないといけなかった。森監督がしっかりしていれば、清原はタイトルを取ってますよ。清原は無冠の帝王だもん。清原は稀に見る才能を持った男だったんですよ。僕が西部の監督だった頃に入団していたらよかったが、 その中でも特に当時の指揮官だった森正明監督の責任は大きかったのだろう。清原は森監督の悪口は絶対に言わない。それは清原にとって耳障りなことを口にしなかったからだろう。森監督が野球だけではなく立派な人間になるために必要なことを叩き込むべきだった。そのようなことを教育しておけば清原も引退までに 打撃三冠のタイトルを何か取っていただろう。あれだけの能力を持ちながら、無冠の帝王のままで終わってしまったということは、そういった点にも理由があったはずだ。野村は、清原は、西部1年目か2年目の時に、俺は森に行ったんだよ。清原は野球に対する思想、哲学が何もない奴だ。転生だけでやっている。お前が悪い。ちゃんと教育しろって。野球の指導はコーチがやる。 監督の仕事で大事なのは人間教育、社会教育ですよ。と、それぞれ森による放任が逮捕の遠因になったのではないかと述べている。田尾康氏は勝負師だった森さんとは馬が合わなくて球団管理部長だった根本さんにトレードに出してくれと直訴し、阪神に行くことになったと語っている。このようにチームは上昇であり、 表立ったチーム内の不協和音もほとんどなかった。反面、観客動員数は伸び悩み、1989年に僅差でリーグ優勝を逃したことを報告する際に、当時のオーナー堤美義明から監督をおやりになりたければ、どうぞやってくださいという言葉を投げつけられていることなどから、球団首脳からの評価は意外に低かったと言われている。 1994年11月1日、正式に優退を表明した。この年の日本シリーズ対巨人第6戦、10月29日、東京ドーム、試合開始予定時刻午後1時開始前の正午前、巨人の親会社である読売新聞社に、西部、森正辞任という一報が報じられる、共同通信社による配信。森は同年限りで辞任することが内で、決定していたが、 日本シリーズ終了前に辞任報道が流れるという浮き目にあった。20年前と同様、長島が監督として初めて日本一を決め脚光を浴びている中、静かに退任となってしまった。監督辞任に至るきっかけとなったのは1994年10月2日、近鉄に勝ちリーグ優勝を決めた日のことだったと語っている。晴れがましい祝縁を期待していたら、 ただ食べ物が置かれているだけで普段の遠征と変わらない光景であった。優勝を決めても祝福せずに東京に帰ってしまうフロントの態度に怒りを通り越して悲しくなるほど愕然とした。特に夏場になっても例年なら来るはずの翌年のドラフト、外国人選手の情報が自分の元に降りてこうずフロントの様子がおかしかったことなどから今季限りだと覚悟を決めていたと述べ、 あと2から3年自分が我慢をして、石毛にバトンタッチする考えも持っていたことを、吐露している。さらに同著者の中で、コーチの中に森に対して良い顔をする一方で、次期監督候補に対し、森監督退任後は俺をコーチに据えてくれと、手当たり次第に売り込み自己保身する者がいたことに触れ、一緒に優勝を目指してやってきた中に、そんな人間がいたことがけない。と述べている。 森の辞任直後、次期監督と目されていた石毛と、工藤君康が大英英、FA 遺跡、翌1995年オフには、公認監督の東尾治むが、同じ成績なら、ベテランより若手を、起用という方針で、辻が自由契約に、辻が来るとに遺跡し1999年まで、在籍、1996年オフには木原が、FA で巨人へ遺跡し、 立て続けに、西部の日本一時代の主力選手が去り、レギュラークラスでは、伊藤勤務、各大連、塩崎哲也、西部ハイ抜きではないが、香取義隆のみが、西部で現役を、全うした。その後は1995年から2000年には、NHK 解説者、日刊スポーツ評論家。1995年には、グリコ共同入業、ビッグヨーグルト健康の CM に、 父親役として出演。庭で素振りをしたり、バッティングセンターで、ピッチングマシンから放たれるボールを補給したりと、現役時代を彷彿とさせるシーンがあった。息子役は、岡田義則、森と同じく、岐阜県出身、娘役は、デビュー直後の広末良子だった。1998年には、巨人時期監督内定の記事が、朝日新聞に掲載されたものの、 ハンモリ派の OB による反対や、読売新聞グループ内の思惑が影響したために、実現しなかったと一部週刊誌に報道されている。2000年10月13日、横浜ベイスターズ監督に就任。モリは就任会見で、マシンガンという攻撃力は表立っているが、一本のヒットによる得点という、意味ではリーグで一番効率が悪いのではないか。巨人の大砲に、 ピストルで向かっていくのに、その巨人よりギタが少ないとは、大砲を持っているように錯覚して戦っていたのではないか。バントが多いと言われるが、競り合ったらそれも武器。面白いとか、面白くないとかではない。谷繁、元信を、もう一度叩き直していく必要がある。と、次から次へ容赦なく、全体制への批判とも取れる発言をした。コーチ陣は、ヘッドコーチには、 現役時代の同僚で、1990年から5年間、西部でコンビを組んだ、黒江幸信のがつき、OB からは、高木豊が、内野守備走塁コーチに就任し、投手コーチの遠藤和彦、打撃コーチの高木ゆ一は留任した。1年目は、主砲のロバート・ローズが対談、序盤から最下位に低迷するが中盤に、オールターを挟み10連勝したことで、 勝率は4位の広島東洋カープより7輪低いも、かかわらずこの年のみ、勝ち数優先というルール恩恵を受け3位になった。チーム防御率は3.92位から3.75五まで、了化した。チームは5年連続 A クラス入りを果たすが10月6日の試合で、相手ヤクルトが4年ぶり優勝となり西部の監督時代でも経験がない相手チームでのリーグ U を目の前で見届けることになる。 8月16日のヤクルト戦では、現役通して、初の退場を受けた。2年目は共に、西部時代の教え子の森重和夫投資コーチ、辻初飛行内野守備総類コーチに昇平。森との確執で、西捕手の谷重や、前年のチーム最多小投手の小宮山悟が、FA 移籍をするなど戦力が低下、開幕から記録的な低迷を続け16年ぶりの13。 連敗を喫するなど再会を独走し、全日程で再会喰取り、シーズン途中の2002年9月25日に契約を1年、残して解任が通告された。解任された翌日の9月26日森は、今日限りでユニフォームを脱ぐことになりました。ファンに対して申し訳ない成績で一番それに心、痛めています。本当に、わずかな期間でしたがお世話になり、 ありがとうございました。と質疑応答が一切認められない、前代未聞の会見が1分ほど打ち切られた。メディアでは森監督公鉄論が飛び交い、セオリーがよいの詰将棋でも見ているかのような思い、采配、観客動員も大幅に減った、1998年に約32万、前年15万元。監督代行は森が 横浜の監督になる際に横浜のコーチに就任したヘッド剣打撃コーチの黒江がシーズン最終戦まで務めた。チーム防御率は3.75から4.09、チーム失策も68から81に悪化した。投手陣は唯一11勝で新人王を争った2年目の吉見祐二が唯一の明るい材料でチーム防御率、失点リーグ5位、打率、得点。 あンダ、本塁打は、リーグ再開に終わった。さよなら勝ちも12球団で唯一なかった。以下、黒井のコメントを、谷繁曰く、これが、プロの世界かと思ったから、あれ以来、絶対自分の場所を守ろうという気持ちになった。横浜を出たのも、金銭とかではなく、この監督のもと、森ではいずれ自分のいる場所がかわ、領事に奪われると思ったから。 監督の思惑が見えていたからねとのこと。谷繁はシーズン中、ベンチでは森の横に座り素直に話を聞いていたが、いつしか離れて座るようになったという。森が、あのリードで、よく正捕手が務まってたなと、陰でぐっちぐっち言っているのを人づけに聞いて、森の性格に嫌気がさし、森は谷繁が FA 移籍しても、相川で穴埋めできると考えていたという。 2001年の横浜一軍投手コーチだった遠藤和彦によると、谷繁は森監督との折り合いが悪くて、試合中はベンチで背後から、あのリードはねえよなとぶつぶつと散々、ぼやきを聞かされたりしていたという。前述の通り森との確執で、谷繁は2001年オフに対談親戚したが、佐々木和弘、野村弘樹、石井拓郎、鈴木孝則、新藤達也など対応。 横浜 OB、現役の選手に対して、ベースターズが弱くなったポントはどこですかという質問に対して、全体の8割が谷主放出を挙げている。実際、谷主を FA で獲得した中日は谷主が、正捕手として君臨した期間に、黄金時代を築くことになる。当時横浜の選手だった中根人氏は、難しかったですね。 今まで自分で考えてやれていたものが、森さんが来てこれはダメあれはダメという名流れになって、これまでの自主性が失われていく方向になりました。それと、ベンチにいるとね、監督がブツブツと愚痴らしきものを言ってるのが聞こえてくるんですよ。特に神宮球場はよく聞こえるんだ。石井拓郎は、ゴンドーさんの野球しか知らない若い世代には、森さんの野球には、戸惑いがありましたが、須藤。 豊さんや近藤、秋人さんの野球を経てきた、僕の世代にとっては、森さんになっても野球が戻るだけというか同じ、延長上にあるので、違和感はないんです。僕としては優勝後勝てなくてなって、ここに、森さんの緻密さが加わればもう一度強くなる、期待したんですがやっぱり噛み合わなかったですね。と述べている。金城達彦の打撃は、森政権の2年で急低下。 石井義人、古木勝明など、守備難の選手は敬遠される傾向にあった。森を昇平した大堀隆は、この人事により、チーム成績を悪くしただけでなく、森さんを傷つけてしまう、最悪の結果を招いてしまった。これは、森さんが悪いのではなく、キャスティングした僕のミスだよ。あの当時成績は、A クラスでもチーム力は落ち始め、世代交代が、 急務ームになっていた。森さんは強いチームを日本一にすることができる監督であって、当時のベイスターズにはミスキャストにしかなり得なかった。本来は森さんではなく強いチームも指揮できて育成もできる野村克也さんだよ。僕は野村さん嫌いだったけど、と述べている。一方で小川博文、種田一氏を獲得してチームの主力として定着させたほか、 斉藤隆の抑えへの転向を成功させたり、相川の正捕手への起用など、後の横浜の基礎となる選手の育成、チームの再編成も見られた。森は退任後に戦力差を埋めようと補強に動いていたが、実現しなかったことを明かしており、後に阪神優勝特集の書籍にて、西部では自由にやらせてくれたと称える一方、横浜では選手の起用法で介入されたと、 フロント批判を展開している。アメリカ合衆国の永住権を取得したため、2003年からハワイに移住しており、現在は海外の野球についての評論が主である。2005年に野球殿堂入り、結婚を3回、離婚を2回している。2018年2月10日、宮崎サンマリンスタジアムでのジャイアンツ対ホークス OB 戦に参加。 2018年7月20日、ライオンズフェスティバルズ2018の初戦ゲストとして、試合前、セレモニーと始球式、試合後トークショーに登場。メットライフドーム監督在任当時は、西武ライオンズ球場へのラジオは、1994年以来24年不利となる。森は、日本シリーズに24回イコール現役時代に13回、巨人。 高知時代に3回、ヤクルトで1回、西部で2回、監督時代に8回、すべて西部出場しているが、3回目の出場の1961年から、22回目の出場の1992年まで20回連続優勝、日本一を経験している。1958年の日本シリーズで、巨人は西鉄に3連勝から4連敗を喫しているが、 森はこのシリーズには出場しなかったため、1958年は出場回数には数えない。また西武は1985年の日本シリーズで阪神に敗れているが、森は前日の通り前年にコーチを辞任しており、監督就任でチームに復帰したのは翌年、1986年だったので、自身のシリーズ連勝記録は止まらなかった。 V95 の巨人は1976年の日本シリーズで阪急に敗れ、1959年以来17年ぶりにシリーズ敗者となった。一方、森は20連勝の後、1993年の日本シリーズでヤクルトに敗れ、34年ぶりにシリーズ敗者となった。好きな言葉は、忍ぶ。1989年に優勝を逃した後、空いた時間に、 妻の希望もあって、中国を旅した。洛陽で高僧に、あなたはどういう言葉が好きですかと尋ねられた森は、忍ぶと答えた。高僧は膝を打っていった。大変な言葉ですね。忍ぶという字は、心臓の上に歯を乗せている。つまり、心の上に歯を乗せている。これは苦しいことですよ。さらに、忍ぶの字が好きだということは、あなたは、それができる、ということです。 きっと、いい仕事ができますよ。森はこの言葉を聞いて、全身に力がみなぎるのを感じたという。著書の、波動、心に葉を乗せてのタイトルは、このエピソードによる。この著書は、週刊ベースボール連載を元にしているが、連載時のタイトルはそのまま、心に葉を乗せてだった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。